はい、録画始まった。では本日はこちら、オフワードトレーディングカンパニーというゲームの方を紹介させていただきます。まあ、僕が実際触ってるのは、まあ、昨年の時点ですでに触ってるっていうか、発表されたアナウンスされた時点でですね、80ドル突っ込んでるので、まあ、早々とアーリーアクセスで、アーリーアクセスじゃなくてプロトタイプ版の方をプレイしておりまして、すげえ面白いすげえ面白いと思ったんですけど、 NDA って言って、ね、秘密を守ってねって形で、契約をしないと本当に、ね、デジタルでね、書面を交わす形になったんよ。スタードックエンターテインメントと、あ、スタードックコーポレーションか、エンターテインメントはゲーム部門の、ブランド名であって、会社名としてはスタードックコーポレーション。まあ、そのスタードックコーポレーションと NDA を交わしてですね、ちゃんと、デジタルでですね、サインまで入れて、向こうの会社に送っちゃったんで、このゲームに関して全然話ができませんでした。が、先週の2月13日に、アーリーアクセスがスタートして、ようやくお話ができた形になります。ゲーム内容につきましては、私がオートマトンちゃんの方で、レビュー記事、プレビュー記事の方を書いておりますので、そちらの方をご覧くださいな。まあ、それに大体書いてます。まあ、ざっくばらんに、ちょっと、雑にまとめてしまいましたが、本日はその辺の動画を通じてですね、大体どんなゲームかっていうのを、見ていただこうと思います。まあ、やっぱり動画で見た方がわかりやすいっていうのもありますからね。んで、なんぼなんぼ先週の放送でプラネットミュールになりながら、オフワードトレーニングカンパニーすげえ面白いんだよって言っても、いまいち伝わらないと思うし、やっぱりその、いろいろ買った人の声でですね、演出不足なりですね、本当にゲームのコアの部分しか全く載ってないゲームで、これで35ドル高いっていうような声は上がってるんですが、その辺の声が気になってまだ、買ってない人はたくさんいると思います。まあ、そこにつきましては先ほど、説明しました通り、最終的にはオキシドゲームズの、ニトロスエンジンで、動いて、さらにスタードックエンタースタードックが、ゲーム技術のゲーム技術がない、ということで、定評なる、デミゴッドのですね、マッチングサーバー作るに失敗してですね、ガスパーゲームズが間接的に滅ぼしたというふうな、逸話っていうか、まあ、というところで、ゲーム開発技術のなさに関して定評のあるスタードックが、プロジェクトタキオンっていうマッチメイクシステムを作ってからじゃないと、オフワードトレーディングカンパニーは発売されませんので、その辺で今のところまだ演出を載せるっていう状態にないので、ないのよね。なんでゲームをやってみて、まあ、ゲームプレイの部分と、で、バランシングの部分を、今のところ集めるために、ユニティで、開発した、プロトタイプ版が動いてるって形になっております。大丈夫か?ついてきてるかな?ちょっと不安だな。だって先ほどさ、そのメナジェリーの放送した時の方が人多かったしな。さてと。さあ、いきなりキャンペーンモードの話をするとちょっと長くなるんで、実際にそうですね、チュートリアルから流していくっていうのも、どうだろう。ちょっと、チュートリアルから順番にやっていく方がいいかな。そうだな。そうだね、そうですね、ちょっとチュートリアルから順番にやっていきましょう。いきなり、クイックプレイで、スカーミッションをプレイしても、今何やってんのかっていうのを逐一説明するのが難しいと思うんで、ゲームのコアっていうか、基本的なその操作に当たりますチュートリアルを、順番に説明していきましょう。あ、どうもこんばんはです。じゃあまずはアップグレード YourHQ、本部のアップグレードから、チュートリアルをやっていきましょうかね。さ、HQ は、なんだったっけ、エクセレントワークファウンダー、YourHQ、ナイトタイム、トゥゲットダウン、ザビジネス。まあ、ビジネス始めましょうって話ですかね。はい、OK。High levels of water found. High levels of iron found.さあ、ここでは基本的な概念を、説明をしていきます。Low levels of aluminum found. これが、HQ 本社ですね、このゲームは火星を開発する社長にな会社の社長になって、他のライバル会社の株を全部買って、火星で唯一の会社になりましょうっていうのが、ゲームの目的になります。で、RTS なんですけど、兵隊ユニットは全くありません、兵隊は金です。金が力です。平井源氏さんもですね、金は力だっていう、セリフをですね、モニターに、助言をしたようにですね、このゲームでは金で戦うゲームになります。
ただ金といっても、金だけ殴り合いするわけじゃありません。地面にこういう形でですね、いろいろとアイアンなりですね、ウォーターなりですね、アルミなりが落ちてるんで、まずはこいつを、採掘していく形になります。で、特徴的なのが RTS っていうと、もうとにかくあのマウスたくさん連打したらそれだけリソースたくさん降ってくるのよ。だからあのプロゲーマーが1分間に、300回マウスクリックする。そうそうそう、プロゲーマーが1分間に300回マウスクリックしてるっていうのを、マウスクリックしたらお金がもらえるからなんよ、簡単に言うと。ですけどこのゲームはマウスクリックたくさんクリックしても お金もらえません。クライムはタイル、タイルを要求する、言ったらその土地をくれっていう要求する回数があるのよね。でこの要求する回数しか、この土地をくれと要求する回数しか、土地を得ることできません。でリソースは、アイアンをじゃあ掘ってみよう、こういう具合でね。するとクライムが8から7になりましたという形で、同時に行動数に上限があるのね。そうそうそう、ならできる手数にあの制限があるから、マウスいくらクリックしてもたくさんお金がもらえるわけじゃないのよ。スタークラフト2なんていうと、あのワーカー常にクリックしまくって、とにかく、ワーカーがみんなで集めるようにとにかくクリックしまくることによってリソースを集めるゲームだし、ロールだったら誰を殺すか、ちゃんと、キルヒットを取るか、それか、キャリーにアシストする、キャリーをアシストするかっていうところで、経験値なりの、分配を、操作リソースで補う形になるんだよね。だから、普通の RTS はマウスクリックたくさんすればするほど、優位になるっていうゲームなんよ。ですけどオフワードトレーディングカンパニーはこの規定回数しか、パネルが取れないので、でマウスクリックいくらしてもですね、たくさんもらえるわけじゃないのよ。こうやってたくさんクリックしてもですね、たくさんリソースがもらえるわけじゃないのよね。というわけです。このゲームはその RTS が操作量という概念を、なくしたゲームになってます。だ操作量がないからですね、マウス1分間に300回も叩けないから俺 RTS 向いてないわっていう状況が起きにくいのよ。でちなみにこの土地なんですけど、土地をもらう回数っていうのは、本部、本社かな、本社をアップグレードすると増えます。で本社をアップグレードするには、アルミとスチールとグラスがいります。僕にぴったしのゲームだな。やったー、じゃあ買って買って。ちなみにスチールは、アイアンを、製鉄所によって、加工することで、アイアンを、スチールに変換します。アルミはそのまま地面から掘り上げたら、アルミが拾える形になります。うん、どっち取ろう、こっちでいいや。で、最後。クラスは、クラスの燃料はシリコンです。そうそうそう。もう変えるよ。じゃあ次はグラスですね。じゃあグラスを拾い、グラスを集めるには、シリコン。を掘ってシリコンを、工場で、ガラスに変換します。あ、やることなくなったという形で、アップグレードしようと思うとどんどん理想、あの工場とか加工工場とか採掘工場を建てないといけないから、言ったら手数が限られてくると、手数が限られてるから、本社のレベルを上げないといけないのよ。じゃあ本社のレベルを上げましょう。ちょっとな。じゃあ本社の距離によってデメリットとかあるのかな？工場の距離、そうですね。採掘工場のはこういう形で輸送船、こういう風に船が飛んでるのよね。空輸船が、飛行船。で、これが燃料を消費します。遠ければ遠いほどたくさん燃料を消費する形になります。ちなみにこのグラスを作ろうと思ったら、シリコンとさらに酸素が必要になります。じゃあ次は酸素工場が欲しいですね。じゃあ酸素工場を建てましょう。
カーボンないわ。じゃあまず水、酸素は、水から作ります。じゃあまず水を掘りましょう。でから、水を分解するリアクターを作りましょう。水を、O2 と、H2 に、分解する形ですね。で今のところ本来だったらリソースが足りないものに関してお金を支払って自動的に購入できるんですけど、今のところチュートリアルラウンドなんで、限られた手数でまず本社をレベル5にしましょうっていうのが、このチュートリアルの目的になります。さあこれで水をガンガン吸い上げて、そして水をどん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 、分解してますね。グラスの工場を作りたいんだけど、カーボンがいるって言ってからカーボン掘り上げるか。カーボンどこにある？あー、カーボン少ねえな。カーボンがないな。面白いのが、これマップの視界ってないのよね。基本的にもう全部見えんのよ。これもその操作量を、補うためにですね、RTS って言うと普通視界があって、そのスカウトを、ガチ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 操作、スカウト、ユニットを操作して、視界を確保していかなくちゃいけないんだけど、このゲームはその視界っていうのはないのよね。それも言ったら操作量を、排除する、言ったらそのマウスさばきがうまいやつが勝つっていう、脳筋だけが勝つっていう風な、ただ単純にその脊髄とですね、右腕の筋肉が優れてるっていう風なプレイヤーがプロプレイヤーと呼ばれるような、世界じゃないっていうのが、このっていうと、ちょっとこれ以上言うとちょっと言い過ぎでした。怒られますねこれ以上言うと、そんなゲームになってます。ちょっとカーボンがないとグラスの工場を作れないんで、カーボンをちょっと掘り当てます。じゃあそうするとクライムがなくなった。わらわら。じゃあ、また本社の、レベルをレベル3にします。本社のレベルを上げるとどん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 エネルギーと水と、酸素と、フードを消費するようになります。言ったら本社がどんどん大きくなって社員がどんどん増えていくのよ。足りないリソースに関しては、常にこういう形で社員がですね、勝手に会社の金を使って、ガンガン購入するんですけど、会社の金が実は借金になってます。だから会社の信用、会社の、手形でですね、その生存に必要な、ものを買ってるっていう形になってます。ので、会社の手形がどんどん、溜まってくる。言ったらその借金が溜まってくると、どん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 会社の株が落ちます。っていう感じのゲーム。じゃあ、あとはまあガラス、カーボン集まったから、ガラス作って、ちなみに施設はこういう風に密着させると、たくさん、リソースを見出します。ちょっと水が足りないって言ってから水掘ろうかな。でから、次は、操作な。フードも足りないって言ってから、ちょっとフードを掘りましょうかね。フード、一つ作ると 0.6 ですが、横にこういう風に隣接させると、50% 性能がアップします。で3つつけると 100% 性能がアップします。これがオフワールドの、基本になりますね。2つつなげると 50% っていうことは、2つ作ってそれぞれ 50% ずつボーナスがあるってことだから、3つ建てたのと同じ効果になるのよね。でこれが3つ目まで作ると3つ建てて全部 100% ボーナスがついてるってことだから、3つくっつけると6つ分施設があるってことになるのよ。まずここから覚えていく形になります。まあ、とにかく施設は、隣接して作ればですね、たくさん効果が生み出す流れになります。さあ、あと足りないのは電気ですね。じゃあ電気どっか掘り当てよう。電気は、太陽光発電か風力発電か地熱発電。地熱発電は、結構たくさん電気を生み出しますが、こういう地熱スポットが限られているので、ここは取り合いになります。それに対して、
太陽光発電は、高い場所に作ればたくさん電気が生まれますし、高い場所っていうのは意外と広いんで、そこにたくさん、3つぐらいまとめて作ればですね、あっという間に電気が解決しますが、夜になると電気を生み出しません。それは当然ですね。ウィンドウタービン、風力発電はこういう、ちょっと高いところでさらに限られた、周りが開けてる、周りに同じような高さがない、言ったらその山の上とかに、作ると、たくさん電気を生み出します。が、まあ、隣接、まあ、太陽光発電よりは、発電力は低いってのもありますし、まあ、太陽光発電、太陽光パネルみたいな形でくっつけて作ることによって施設ボーナスを得るっていうのは、やりにくいっていう、デメリットがあったりします。さあ、あとは本社はレベル上げるだけですね。さあ、チュートリアルの最初のラウンドは、とりあえずレベル5まで上げれば勝利という形になります。先ほどの、施設の作り方から見て、そろそろ分かったかと思うんですが、このゲーム本社のレベルを上げるのがすごく大事です。本社のレベルが上がらないと、土地が手に入りません。で、本社のレベルを上げるには、スチールと、グラスとアルミが必要になりますので、スチールは、アイアンと、スチール工場、そしてアルミはアルミ鉱山、そしてシリコンは、ガラスはシリコンと、グラス工場で、さらにグラス工場は酸素がいる、で酸素は、水がいるという形で、いろんな施設がですね、リソースくっついているってのもあるんですけど、ぶっちゃけね、足りない施設、足りない、リソースに関してはですね、市場でガンガン購入すればいいです。ま、極論で言うと、スチールとアルミとグラスが作れる環境があれば、レベルはどんどん上がるという形になります。それがオフワールドの基本戦略になりますね。まずレベル5まで上げるってところですか。じゃあ次のミッションは、ウィンアエクスパンシブ、ウィンアロボット、ウィンアスカベンジャー、ウィンアサイエンス、4つの会社の体制があって、エクスパンシブは会社の成長が早い。で、ロボティクスは、みんなアミカはみんな人工知能でロボットの、方々ばっかりなんで、水と食料と酸素を必要としない。会社をどんどん大きくすると水と酸素と食料の消費量が半端なくなるんだけど、それら、生物が生きるのに必要なリソースを必要としないというメリットがあります。代わりに電力たくさん食います。で、スカベンジャーはスチールの代わりにカーボンを使って、施設を建てることができますので、他の方々が、スチール高い、スチール高いとか言いながらスチールを作るっていう競争から、競争してるんですけど、このスカベンジャーは、いや俺たち別に安全とかいらねえからって形でカーボンで、いろんなものを建てたりします。まあ、どうせぶっ壊れてもいいしっていう、もともとね、受刑者、刑を受けてる方々がですね、頑張って会社1位になったら、お前たち生かしてやるよっていう風にですね、上から言われてですね、仕方なく働いてる方々です。というわけで安全とか別に考えなくてですね、どん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 、カーボンで物を建ててしまいます。最後にサイエンス、こちらは、まあ、敵の妨害の話、敵の妨害の、時間が 50% 短縮っていうのはあるんだけど、それはまあ置いといて、水から生み出せる、食料と、酸素と燃料の、効率が倍になりますっていう割と強い、まあ、それぞれ特徴があるから、それぞれあった、戦略が必要になってきますね。エクスパンシブだったら、当然ごとくレベル5までさっさと上げて、レベルを上げてお金で殴ればいいっていう戦略取れるし、サイエンスピックだったらこのエキスパンションに対して、エキスパンションがどんどん、コロニーを本社を成長させる、施設ばっかり作ってるところでですね、インフラ関係を育てて、インフラ関係で、どん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 、相手を苦しめて、インフラ関係で大儲けしてエクスパンシブが、成長する前に株を全部買ってしまうことができる。スカベンジャーは、他の国じゃなくて他の方々と違って、カーボンで物を作るから、スチールの、取り合いに巻き込まれずに済むっていうのがあります。ロボット、こいつらは酸素の飯食わないからすげえ強いです。
まあ、さすがにロボット強すぎるから修正入るだろうと思うんだけどね。じゃあ順番にクリアしていきましょう。さあここからじゃあ、実際のゲームが始まりますよ。開始時点はこういう具合で、まず限られた手数で、探査していく形になります。あーこれはここだな。アルミ。でから、スチールを1、2、3。あと、手数が2あるから、先水取っとくか。でも、アイアンも、掘り当てれるから、あ、ここあるわ、アイアン。取っとこう。こっちでもいいんだけどね、たくさん取れるほうがいいからね。2倍取れるからね。さあ、あとは、グラスはもともとあるから、アルミが集まったら、これでレベルアップしていきましょうかね。さあ、ここからすでにライバル会社が、登場しました。でこのライバル会社と、の株を全部買えば、勝利という形になります。で最初にその本社の場所を決めるときにこの視界っていう制限はあるんだけど、一通り本社を置いてしまうともうどん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 本社の周りの視界が広がって、全部見えるようになります。この辺で操作リソースでバタバタ、争う必要がなくなります。さあレベルアップできるかレベルアップしようかな。レベルアップしてのこの間具合で、あれまだ足りないリソース作れない、買えないか。マジ全部自力でリソース使わないといけないの。そっか、まだ足りないリソース買えないんか。通常モードじゃないんだなきっと。じゃあ次は、シリコンの確保とアホやろこれ。ここが一番近いわ。さあシリコン工場を作ってと。カーボンがね、あーくそ、なんで市場が空いてねえんだよ。しかもカーボンとアホやろこのカーボン。もらっとこもらっとこ。カーボン集まる前に暇やしな。レベルアップしとくか。さあレベル上げれる。あとはカーボンが集まる、カーボンが来る待つだけや。よしカーボン来てる。ていうかもうレベル上げれんな。まあ、あーでもオフワールド今気あーオフワールドまあレベル5だったらすぐ上げれるか。まあこのような形でエクスパンシブはレベル上げるのがすごい早いです。なんでかっていうと、スチールの消費量が、半分で済むからです。他の方々だったら、このスチールを作るのに、ヒーコロ言わなくてはいけないところなんですけど、じゃあスチールが足りなくて施設がなかなか作れないから、市場からスチールを買わなくちゃいけないっていう形でどんどんスチールの値段上がるんですけど、このエクスパンシブの場合はスチールの消費量が半分なんで、施設バンバン建てれますし、どんどん会社を大きくできます。あもうシリコン十分あるから、ちょっとシリコン工場を止めてと。でグラスを止めてと。グラス止まれ。でから、シリコン振ってくれますか。あとは食料は減ってるから、ちょっと机で作っとこう。めんどくさいけど。
まあ、基本、まあ、余裕があったら、まあ、3つスクリア何でもこと足りるって形かな。ここかな。ここでいっか。うん。カーボン集まりますか。でも別に鉄死ぬほどあるからさ、もうこの鉄売りまくって、もういいんだけど。さあこれでレベル5に到達しました。レベル5に到達するとこのオフワールドマーケットが、アンロックされます。でこの、オフワールドマーケットって簡単に言うと地球に輸出するんですよね。リソースを。ちょっと待ってね。今、ちょっと枠が映ったんで。あ、枠落ちです。はい、次枠です。今のところ、まあ、エクスパンシブは、なんだったっけ、あれあれあれ、言葉が出ん。エクスパンシブは、スチールの消費が半分で済むから、他の国と比べて、さっさとレベル5まで上げれます。で、レベル5に上げると何が起きるかっていうと、オフワールドマーケットってのが作れるのよ。で、このオフワールドマーケットが何かっていうと、簡単に言うと地球に輸出するんですね。で、火星の、火星の、その、市場と関係なく、オフワールドマーケットは、一定の、まあ、高価なリソース、加工品ほど高く売れるっていう風な簡単作りになってるんですね。で、この、オフワールドマーケットを立てまくって、で、地球にどんどん輸出して、で、その金でですね、相手の株をどんどん買っていくっていうのが、エクスパンシブの基本的な戦略になります。で、資源管理して船を送り出すゲーム、つまりこれはカンコレ、クロム。そうですね、艦隊コレクションですね。艦隊コレクションも資源を管理するゲームだって、めっちゃゲームに関して意識の高い人がよくつぶやいてる。ツイッターでつぶやいてるけど、そんな感じかな。それよりはもうちょっと攻撃的ですね。資源そのものが金に換算できて、金で相手の株を買うってことは、金が兵隊だから、資源が兵隊。そして資源を掘り当てるこのリソースも兵隊って形で、兵隊ユニットがいないことによって、その金、リソースそのものを、兵隊にすることができたんや。もちろん戦闘ユニットの場合だったら、その生産速度っていうのが関わってくるので、序盤のユニットの損失が後々大きく響いてくるっていう話になってくるかもしれないんだけど。じゃあ、オフワードマーケット作るね。できた。別にこんなことしなくてもですね、もうスチール大量にあるから、それ全部ぶっ払って相手の株買えば済むんですけどね。一応そのオフワールドマーケットっていうか、まあ、エキスパンシブの基本的な戦略に関して今のところ説明しますんで、少しお待ちくださいな。で、本当だったら足りないリソースは、お金を払って買うんだけど、今このチュートリアルモードだとお金を払って買えないから、仕方なくですね、自力で生産してます。ので、まあ、とにかく、エキスパンシブは、スチール工場でスチールガンガン作って、アルミ掘り当てて、んでから、シリコン、グラス工場で、シリコンをグラスにガンガン変換していって、そして本社のレベルを5に上げてから、5に上げつつですね、こちら電子機器。電子機器はちょっと複雑なんですけど、カーボンと、アルミとシリコンを加工して、電子部品を作ります。で、この電子部品100個で、オフワールドマーケットが作れるようになるので、ちなみに、
1つのレベル5、本社レベル5を1つにつき、2つまでしか作れません。さあ、オフワールドトレーディングで、オフワールドが、これでスタートしました。で、あとはこれを送り出せば、大量にお金が手に入る。なんか、エベの惑星開発みたいな感じね。あ、そうなんや。イーブもこんな感じなんや。で、この辺にいろいろイベントが出てるんですけど、この辺が多分そのビジュアルになれば、いったアイコン、絵でアイコンになれば、なりこの辺の、イベントなりもアイコンになれば、ちょっとはその認識しやすくなると思うんですけど、今のところそれがありません。で、多分それが搭載されるんが、そのオキシドゲームズが作ってるニトロスエンジンが完成したら、多分、オフワードトレーディングマーケット、もうちょっと、ケレミのあるゲームになるでしょう。今のところ、この辺で、施設が動いて、さあ、オフワールド、これで、地球に向けて、リソースを飛ばしましたんで、一気にお金が、5万ドル手に入りました。で、あとはこの手に入った金で、相手の株を買えば、勝利です。というわけで、兵隊さんがいないんだけど、金で直接、相手の株を買えるっていうゲームになってるから、全部株を独占すれば、相手の会社を、吸収合併できます。どうやら地球は深刻な、資源不足らしくてですね、火星が作った、ものをですね、欲してるみたいなんで、どん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 送ってしまいましょう。まあ、正確に言うと地球じゃなくて小惑星帯とかいろいろあるんですけどね、ゲームの設定上。まあ、簡単に言うと火星外の市場に売り出すって形ですかね。Off-world shipment launched. Look at all the money. で、株を全部独占すると、会社を吸収合併して勝利という形になります。ので、金は力です。エキ株シ、の価値が防御で、資金が攻撃力になるわけか。そうそうそう。株を買うと攻撃するって形かな。で、借金が増えると、どんどん自分の会社の株が下がるから、借金を返すと、防御になるって形ですね。で、まあ、エキスパンシブはもう基本的にもうレベル5を目指して、ガンガンが進んでいけばいいです。で、自分の借金がどうこう増えようがですね、相手に株全部買われる前にですね、相手に自分の株を買われる前に、オフワールドマーケットを作ってですね、バンバンロケット飛ばしてですね、で、現ナマ用意して、借金がたとえ10万ドルあろうがですね、現ナマ5万ドルの方が強いんですよ。そっちの方が株買えるから。なんで、インフラとか全部無視してですね、どん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 、早いうちにですね、会社のレベル5にして、さらに、オフワールドマーケットを作れるような、体制を作るっていうのが、エキスパンシブの基本的な戦略になります。で、さらに自分の株売れるから、まずレベル5になって自分の株をちょっと買っておいて、で、そこから借金を返して、あらかじめ買っておいた株を売ることによって、言ったらインサイド取引も可能です。割と強いです、これが。現ナマ作る方法として。借金半分返したら、自分の会社の株が2倍になるわけだから、2倍になるっていう計算で動けるから、その流れでいけばですね、1万ドルで自分の会社の株を1個買っといて、でから借金返して、借金を返してから、株を売れば、大儲けする形になりますし、株が増えれば増えるほど、自分の持ち株が増えれば増えるほど、自分の会社の株を買えば買うほど、自分の会社の価値は上がるので、現ナマがとにかく、現ナマを持って株を操作するっていうのが、終盤の、現ナマの作り方の大きなポイントになります。
まあさすがにチュートリアルなんで AI が弱すぎる。じゃあ次ロボット。ロボットの特徴は、ウォーターとフードと、オキシゲン、酸素と水と食料を必要としないという、メリットがあります。その代わり電気たくさん食いますよっていう、動きになってます。Medium levels of silicon found. Levels of carbon found. 悩むな、これ。Medium levels of water found. Medium levels of aluminum found. 鉄がないな。Medium levels of iron found.これちょっと悩むな。こうクレーターの中に会社作ってしまうと自分の会社を広げづらくなるので、ちょっとそれは避けたいですね。キレッキレ。ちょっとゲームを止めて、さらに特徴なんですけど、エキスパンシブは全部で7マスありましたが、ロボットは4マスしかありません。で最初に会社を建てたところのリソースはすべて、掘り当てて、最初の、所持リソースになります。あかん。水か。水掘ってもしゃあないしな。アルミ掘るか。まあ、アルミ鉄、水確保して電気作っていく形かな。いや、でも水いらないしな。いや、でもいるっちゃいるしな、水。難しい。どうしよう。まあ、そういう形で、最初この、所持リソースっていうのが結構大事で、例えば、スチール工場を作ろうと思うと、アイアンがいるんだけど、その、アイアンを、最初に掘っておかないと、アイアンを買って、わざわざアイアンを買ってスチール工場を作るって羽目になっちゃうのよね。でアイアンたくさんあるところに自分の会社を建てると、アイアンが最初からある状態で、ここめちゃええな。でもどっちかしか取れないんだよな。エキスパンシブの場合だったら、まず、アルミが近くにある、アイアンの、大工廠の上にボンと作れば、食リソースでアイアンがっつり押さえておいて、でそれでスチール工場3つぐらい作って、でさらにアルミだけ掘っとけば、レベル2までそこに上がれるっていうメリットがあるんだよね。なんで最初に掘り当てるリソースってのは結構大事で、最初に何掘り当てるかによって今後の戦略変わってく。例えばスカベンジャーだったら、アルミの代わりにゲームが止まった。スカベンジャーの場合だったら、シールの代わりに、スカベンジャーの場合だったら、スチールの代わりに、あれ、なんだったっけ。あれ、言葉は出てこない。スチールの代わりに、カーボンを使うから、カーボン最初に掘り当てとけば、他の会社でいうとこのスチールを、結構たくさん持ってる状態でスタートできるって形なんだよね。という形で最初に掘り当てるリソースによって、大きく、手番が変わりますし、自分がどの会社体制を立てるかによって、大きく、戦略が変わってきます。じゃあちょっとチュートリアル飽きたんで、実際のゲームで、説明しましょう。じゃあ、難易度増えたな、これ。難易度って、どれが一番、ここまでは簡単にクリアできる。んで、マネージャーあたりで、もう完全に、CPU と自分の、ハンデがなくなるという状態ですね。じゃあこの状態で、4人マップで、難易度マネージャーで、実際にプレイをしてみましょう。
まあ、他の RTS みたいに、操作量をバンバン使うって形になるからずっと黙りっぱなしってことないと思うからね。だってもう、物をた作れる回数は決まってるから。あ、難しい。あ、もうちょっと鉄が欲しい。もうちょっと 鉄よこせよ。アルミある。あー、鉄が拾え。あそこか、あそこスタートか。できれば画面真ん中からスタートしたいんだけどな。画面端からだとそのまた端っこの方まで行くの大変だからな。鉄、水かよ。水多いぞ。ちょっといやー、どうしようこれ。ここの、センサーもですね、時間で回復する形になってるからね、作業量が問われないのよ。あかん、これは。あーか、水か。鉄が欲しいんだけんな。鉄がねえな。今回、どっしゃ。これマジでスタート。That will be useful. Medium levels of silicon found. ああ、しまった、手遅れだ。アルミ。でから、初期リソース、スチールあるから、スチール、ここ取られるけど、取っちゃえ。こんな量物件、人に渡す必要ないし。でから、鉄ももう、ほっとこう。マネージャーが多分他の人たちと同じですかね。これでひとまず最初、アイアンをガンガン掘ってって、あ、しまった。先に敵取られたんか、これ。しまった、先に取られたんか、これ。これだと本社に持って行って、本社とつながってれば、あの本社と、本社からと道路で引き上げてくるんだけど、何か来た。水や、取っとこ。今あのこの水のこのマップの競売が始まってるんで、競売は全部借金で購入します。ここは自分の土地だった。よし、水拾え。よしよし、水入ったはでかいで。自分のその会社とくっついてると道路で動けるんだけど、その道路がなかったら、仕方なく、空輸しなくちゃいけません。で、一晩経つと、借金が 10% 増えます。まあ、未来の、経済の話ですからね、割とその辺で動きが早いんよ。よし、アップグレード。して。よし、アイアン掘って。ここが気になるな。酸素工場くっつけとくか。こんなんで道路、こんなんで使ったらもったいないしな。ほんでから、次はグラスを用意してっと。よし、これでもう手数が終わった。敵の状況を調べよう。Expansive colony expanded. 電気か。ダーケストダンジョンはもうやめたの？いや、やめてはないよ。いや、まだあれもアーリーアクセスだから、アーリーアクセス中にガンガンプレイしてしまっても、楽しみがなくなるから、完成するまで待ってます。そうなんや。面白すぎるからといって、アーリーアクセス中にやりすぎると、楽しみがなくなっちゃうからね。
あ、次電力武装が来てる。電力破壊を回復するな。でもグラス40作らないといけないんだけど、酸素は作ってるじゃなくて燃料はあるんかな。あ、燃料がすぐなくなるな。だけどもう水は分解できるから、あと1個クライムが欲しいな。クライムもまたオークションで売る時があるから、そのクライムが1個手に入ればだいぶ楽になるんだけど。アルミ、パイレッツ、これも買わなくちゃ。うちも空輸に頼ってるからな。あー、もうクソ。さあ、あっという間に借金がどんどん増えてきますで、これで株価がどんどん落ちる。だけど、まあ相手の空輸を抑えられるって大きいからね。こいつ鉄がパイレーツで鉄を抑えよう。パイレーツ、I hate those filthy bandits。 よし、でアップグレードできる。シリコンの製造を止めてと、グラスを止めて、シリコンが溜まればちょっと待とう。で、アップグレードしてから、まあ、スチールはあるだけあるしな。アルミもあるだけあるし、あとは、ちょっと電気を獲得しないと、このままだといつまでたっても電気不足でえらい目に遭っちゃうから、電気を作ります。で、足りない分は、お金を払って買ってこなくちゃいけないんだけど、今のところシリコンが足りないんだよな。とはいえ他のもん売りたくないし、水が余り気味だからちょっと食料も作っとく。いや、でもとにかく燃料が足りないな。燃料作らないとな。オックワールドの記事でファンになりました。アウトマチイカ略。オートマトンさんは、オートマトンさんは、そうですね、外国産ですね。外国の方の、資本が入ってる。オートマトンさんの、メンバー紹介で見てもらったらですね、社長の方が、外国の方になってます。さあ、シリコンあと80あったら、あと1個電力作って、ひとまず電力不足を解決しないと、ちょっといくら経ってもこのままだと借金がどんどん溜まっていく。で、エクスパンションがあるから、早くこいつに負けないようにレベル上げないといけないんだけど。Freelance pirates are auctioning their services to the highest bidder. おっしゃ、酸素売り時。もうこれ以上借金できんで、もう借金6万までいとうかんな。もううちだけ会社の規模、うちだけ会社の価格えらいことになってるかんな。さあ、あとはもうとりあえず、シリコンは、この太陽光パネル3つ作って、とりあえずこれで電力を解決しようと思うんだけど、すればいいなと思います。で、これを3つ固めて作れば、そんだけやっぱたくさん電気生まれるのよ。とはいえ、夜は生まれませんが。だけど、相変わらず借金まみれです。誰が何言った？誰が何言った？よしよし、いいぞ。俺がトップじゃねえからね。借金まみれだからね。よし、アップグレード、レベル4。したんで、次は、よし、アップグレードレベル4。次は、そろそろカーボン確保しとこう。カーボンが、遠いな。んでから、で、作ってから、ケミカルも一応作れるだけ作っとこう。一個作っといて。でから、エンジニアリングを、作る。どうしよう、酸素。あー、くそ、オキシがすげえ高え。
オキシすげえ高え。あかん、一刻の猶予もない。エンジニアリングラボを作って、エンジニアリングラボを作ると施設の、性能を上げることができます。で、その施設の性能を上げるにはケミカルを使って、施設の性能を上げる形になります。よしよし、電気たくさん生み出してるから、借金どんどん返せるぜ。電気がこんだけ上がってるからね。まあ、電気買う人がたくさんいるとどんどん上がっていく。だから、それだけど、今のところ電気うちが売り手になってるから、どん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 下がっていく形になりますね。その辺で、ガッツリと、一回ごとにあっという間に、電気でガンガンお金を返していく形になります。こういう形でね。あー、クソ！誰かダイナマイトつけたな、これ。スクラップじゃなくて、リペア。もう。で、ブラックマーケット、これは、現金でですね、相手を妨害する手段を買います。算数苦手でも問題なく遊べそうですか？そうですね、まあ、とはいえど、算数苦手っていうかは、そうですね、まあ、言ったらできることって限られてるんですからね。パイレーツは、買おう。負けんぞ。金ならあんねん。まあ、全く忙しくないってわけじゃないからね、さすがに。レベル3、鉄を妨害しようと思うんだけど、どっか重なってるとこあるかな。こことここが、こいつと、ここで重なってるから、つまりここに立てると、2人分邪魔できる。あとアルミが集まるの待つだけだ。うちのアルミどうなってんだ。海賊さえ来てなかったらいいけどさ。エンジニアリング完成。じゃあまずは、これで、ケミカルを使って、性能を上げる形になりますね。経済戦略と早いところはシンプルだから分かりやすいですよ。うん。算数どうこうっていうよりもね、自分が持ってる施設が相手が持ってるかどうかを見るっていう形かな。おい、もうレベル4かいこいつら。早えな。あかん。勝たれへん。ハンデがないとやっぱ勝たれへんか。フュエルが足りんって言ってる。けどもういっぱい出してな。あかん。何が起きてる？ああ、くそ！ EMP 食らったんだ。太陽光パネルに EMP 食らってる。から電気が生み出せないから借金がどんどん増えていく。こういう具合でね。ただまあ、うちが、ただそれでも借金があっても、とにかくアルミとシールとグラスがあれば、レベル5に上げられるのよ。で、レベル5に上がれば、とにかくオフワールドには行けるから、で今のところシリコンをどんどん掘らなくちゃいけないんだけど、シリコンの、掘るスピードが足りないってことは、シリコンの施設をのレベルを上げることによって、このミューティー食らってるさ、もう黙ってんな。どんだけちょっと嫌がらせがひどすぎる。あかん。やけどうちがレベル5に上がれんのよ、計算では。アルミさえ集まれば。アルミ来い、早く。で、レベル5に上がったらもうアルミなんていらないからさ、オフワールドさっさとしてさ。アルミが掘れる。もうアルミいらねえや。どうぞお好きに取り合ってくださいな。これチュートリアル？ AI ですね。難易度マネージャー。よし、レベル5に上がった。株買われたけど、これであとは、電子部品とグラスが溜まれば、オフワールドに突入できる。だけどシリコンが足りないからシリコンを掘らなくちゃいけない。シリコン掘るか。シリコン、あとでもシリコンは全部遠いんだよな。
パテントで研究。面白い速さで膨れ上がってる。あかん。これはちょっと。赤、誰か。赤が張ってきよんな。止められへんかった。シリコンが足りないだけど。電気の方が辛そうですけど。電気も辛い。電気も辛いんだけど。電気上げるようにしてたんやけど、その、敵の妨害くらい止められてもね。この3つ固めて作るっていうのは、効率はすごいんだけど、代わりに敵の妨害すごい食らいやすいんですよね。サイエンティフィックコロニーエクスパンデッあかん。Your stock is being bought. あ、止まらへん。なんぼゲーナー持ってんねん。あかん、負ける。Your stock is being bought. あ、負けた。ダメだった。完全にあれですね、電気止められたのが結果として出ましたね、これは。負けました。こいつが勝ったんか。枠を釣ったら負けていた。そうそうそう、ごめんね。サイエンスが勝ったらしい。レベル5にさっき上がっちゃって、なん、まあ、多分、さっきの範囲は、まあ、間違いなく EPM 食らって電気止まったってが大きいですね。ここで止められた形ですね。株価借金で暴落してたからね、仕方ないね。そうそうそう。で、ランクがマネージャー以下だと自分の方にある程度ハンデがつくのでかなりやりやすいんですけど、ランクマネージャーだと言ったらその対人戦と同じレベルの、全くハンデがない状態なんで、あっという間にやられちゃいます。で、今回の範囲を要約するんだったら、アルミの回収が遠すぎた。本当だったら鉄掘り上げると同時にアルミが近くにあるところの鉄とアルミがくっついてるような場所でエクスパンシブを取るべきだったんだけど、今回そのアルミがちょっと遠かったんで、それでアルミの回収が遅れたっていうのと、あとここがくっつかなかったから、初めの方でスチール作るのがちょっと手遅れたところありますね。で、特にオフワールド目指して、ゲーム続くんですね。いや、別に終わるには終われるよ。今のところその説明のためにちょっと続けてたんですけど、じゃあ、ランクを下げてこれですね。これ標準のランクかな。これ今のところまだ説明文が足りないか分かんないんだけんな。多分これがこの、エンプロイヤーが、多分標準ランクだと思うんだけど、多分このエンプロイヤーで、プレイをすれば、まあ、勝てると思います。ある程度自分にハンデありますからね。ただマネージャーランクになると、もうあのハンデがないんで、ガチでやらないと勝てません。で、オフワールドを目指す戦略の場合だったら、とにかくオフワールドを先に目指さないと勝てません。なんでかっていうと、インフラを全部投げ捨てて、コロニーの成長ばっかり上げていく形になりますから。で、それと違って、コロニーの成長を、じゃなくて借金を、返していく方法、借金を、作らない方向でやろうと思うと、ある程度そのオフワールドを目指すためのスピードを、控えめにして、その分借金を作らないようにしていかなくちゃいけません。あと先ほどみたいな形で密集したパネルを作ってしまうと EPM なりですね、サージっていう、隣接してる施設全てにダメージを与えるっていう風な、もので、一気にダメージを食らってしまうから、自分の持ってる
自分の持てる、施設の数に限りがあるわけなんで、それをバラバラに作っておけば、それは当然のごとくバラバラに、作っておけば、それはまあ当然のごとく、市場の変化に対応しやすくなるんだけど、その分、オフワールドマーケットを作るのが遅くなります。ただまあ今回の範囲はもう単純にあれですね、ノーマルランクの難易度舐めてましたね。じゃあ1個下げて、プレイをしていきましょう。という形で別に対人戦じゃなくても CPU も十分強いんで、その辺でお楽しみいただけるでしょう。水が多い。デメリット管理が必要と。そうですね。ただまあ結局基本的なそのゲームの進み方が伸びてるプレイヤーを殴るっていう風な AI の動き方をするので、グプ全然勝てなくて落ち込んでたけど、あい強いのか。強いよ。だってもう1年近く AI 常に練ってたわけだから、それは強いわなって話で。鉄が拾えんな。水なんか最初拾うのもしゃあないしな。あ、俺もそれしたいと思った。これあれや、もうちょっと寝よ。鉄を探さな。ゲームが始まらん。ここか、鉄。We will have the first factories up and running in no time. ちょっとアルミ遠いけど。With each new citizen, our domination grows. The black market is online.何作ったっけ、グラス、それからウォーターポンプと、じゃあ酸素だな。フリーランスパイロットがオークションにサービスを取り入れているのは、パイレーツは空輸を止めるっていう効果があるので、だいたい2分の1ぐらい の割合で止めるので、空輸に頼ってると結構止められやすいですね。まあバランスよく作ってでもね、そんなにいいことないからな。まあそうっす、ガッツリ売っちゃいますからね。ちなみに鉄掘るの忘れたんで、鉄は買わなくちゃいけません。お金払って買いましょう。まあ、次レベル上がったらってことは、余ってるやつを売って、お金を作って買っていく。
うん、これでスチールはいった。あとはグラスだけだな。ただまあ借金を、恐れては、企業は大きくならないんで、とにかく借金より現ナマが強いのは間違いないから、ガンガン現ナマを作っていく、いかなくちゃいけません。借金がなくても現ナマなかったら資源買えないからね。電力は自動的に売って。よかった、パイレーツ、牛じゃないわ。じゃあ、レベル上げて。Worker morale is at an all-time high, thanks to the infrastructure boost you approved. We'll be able to ship more industries off Earth in no time. Two.クライムですね。土地を買う手段ですけど、ブラックマーケット土地買おうと思ったら1万ドルかかるんだよね。なんで、オークションの方が安いです。安く済む時があります。安く済まないこともあります。さあ、カーボン拾わな。スケフィンジャルコレニエクスベンデッド。カーボンは、ちょっとスチールができるまで待たないといけないな。このゲームリアルタイムでボードゲームのセリゲーやってる気分に、うん、ほんまそんな感じまさにそれ。うちのいいとこが高いんか。じゃあこの辺で作ろう。あ、食らった。 EMP 食らった。 Scientific colony expanded. EMP がな、結構でかいんだよな、これ。止まるとき2分近く止まるからな、直撃すると。まあ、とりあえずカーボン掘ろう。おーい、気悪いのほんまに。グラス売って、あんまりエムプ内に売ってこないなと思っていたら、固めて、イカ焼く。そうそう、固まってるところに、固まってるのがあると、やっぱ効率がすごくいいんで、逆にその EPM なりすごく効き目があるんですね。カーボン。まあ、いっか。アトモスフィアからカーボンが集められるって言ってるけど、うちまあカーボン近くにあるからいいや。で、一応それを食らわないようにしようと思ったら、この、ゴーンスカードって形で言った警備員雇うことによって、止めることができるんですな。ケミカル作った。次レベル上げないとな。スチールが溜まるまで待つんだけど、まあ今のところスチール
Let this be a lesson to you all. Screw with us, and we screw with you. で、まあ、誰がどういう数学的なものを必要としなくて、単純にこの加工工場と採掘工場があるから、その止めに来た、この電気で殺しに来たな、完全に。電気で殺しに来た。Scientific colony expanded. こっちが完全に土地止まってるからな。Thanks to the infrastructure boost you approved, we'll be able to ship more industries off Earth in no time. Let this be a lesson to you all. Screw with us, and we screw with you. エンジニアリングラボ作って、ガー。これですわ。 EMP はちなみに中心から離れれば離れるほど止まる時間は短くなるから、その辺はまだ気が楽ですけど、にしてもひどいな。Scientific colony expanded. これでパテントも作ったし、これは。この値段に対してコンパクトな円周なんだけど、キャンペーン以下略、計算の不要利さ、観察力。そうそうそう。値段に対してコンパクトを作り、キャンペーンはで、まだね、このゲームが本来動くべきエンジンが開発されてないから、まだ演出の部分が作り込まれてないんですわ。で、オキシドゲームズっていうメーカーさんが作ってる、ニトロエンジンの開発、日本、ニトロエンジンっていうので、動く予定なんよ。なんで、そのニトロエンジンが、できないと、このゲームは演出作れないのよね。ね、ニトロエンジンが今現在どれだけ開発進んでるかよくわかんないんですけど、とにかく、その辺で今、ところ、今のところゲームが動いてるっていうのが、このプロトタイプ版が動いてるっていう形になってるんですわ。その辺で、演出の部分があんまないんですね。これ集中攻撃、これあれちゃん、これバージョンアップされてからキツになってない？完全に殺しにかかってるしさ。ただまあ、グラスと鉄は順調に作ってるから、もう別に。レベル5に上がってさっさと、やっちゃってもいいんですけどね。電力は今のところ売ってるからいいんやけど、とにかく、ここ止められたのが痛いな。さあ、あとはちょっとグラスができるまで待ちましょう。ボードゲームのセッションやってる印象なんだけど、で頂戴なけん、いかやく。キャンペーンモードは一応あります。キャンペーンモードはまたちょっと違ったルールで動いてて、ステージをクリアするごとに。ボードゲームばっかりやってたから。演出の少なさが気にならなかった。そうそうそう、エンジンは、ゲームエンジンはそんな感じで、今、ゲームエンジン開発中、ゲームエンジンと並行して作ってるから演出がないって形ですね。だから、ボードゲームのセッションや、キャンペーンモードあります。キャンペーンモードはまたちょっと違ったルールで、動いてます。キャンペーンモードは、実際のところ、ステージをクリアすることに予算が手に入って、その予算で、新しくその、
施設を買っていく形になります。こう遠すぎ、いらない。これバージョンアップしたから絶対敵強くなってるわ。おかしいもん、こんなに強くなかったもん。Your stock is being bought. あ、株買われた。Your stock is being bought. で、本社の近くに建てずにリソースの近くに加工工場を作ることも可能です。そうするとプレデタヤニヒラチオンのキャンペーンみたい。イカ略。ああそれに近い。うん、そうそうそう。あか、切れそう。集中攻撃食らってる。それは嫌な予感しかしない。まあ最終的にどのような形に落ち着くかまだちょっと分かんないんで、今度は EPM 食らってがっつり止まった電子機器が。コアルドグラス作るから、グラス、言うとグラス作るシリコンが何か、シリコンレベル上げるか。あかん、集中攻撃食らってる。でひとまずリソースは本社に集めて、で本社から道路で配るってもできるんだけど、敵がやってる時みたいな形で、あの離れたところに作っておくっていうのもできるんよ。で加工工場とリソース工場をそのままくっつけることも可能なんよね。そうすれば燃料費抑えられるから。特に鉄に関して言うと隣に作るっていうのが結構強めです。何が起きた。あー、パテントか。しかし全然シリコンが集まらんな。海賊でも来てんのか。そんなわけでもあるまいし。スケフィンジャー、こんなに X ベンディフリーランスパイロットのオプションのサービスにしてはしてる。まあでもまず演出ですね、やっぱり。演出がないとやっぱ盛り上がりませんからね。そう。自分が買わなくてもさ、どん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 。ブラックマーケット利用する人がいたら、自分が使ってなくてもどんどん値段上がっていくのよ。なんでブラックマーケットは早めにガンガン使った方がいいですね。ただブラックマーケットが値段上がるって言っても、どうしても限界はあるので、まあそれでもやっぱ現玉作って自分からガンガン攻撃していった方がいいです。攻撃しなかったらそんだけも使い損になっちゃうんで。これよ、結局シリコン止められてるからな。シリコン止められてるからな。ようやくこれでレベル上げれる。うわ、きつかった。ほんま大概にせよ。 With each new citizen, our domination grows.レベル5に上がった。あとクライム2つだからこれ以上作れない。独占とかの要素はないの？独占はあります。それはこれプレイヤーが
物を買うと値段が上がって、プレイヤーが売ると値段が下がるっていう作りになってんだよね。だから、自分だけしか作ってないものがあって、他のみんなが買ってる、例えば電気とかそうですね。割と低い段、はじめの段階の電気なんかは特にそうで、Scientific colony expanded.自分だけが作ってて他のみんなが買ってくれるっていう状態になってたら、言ったらどん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 値段が上がってって、それを売る自分はどんどん儲かるって形なんだよね。という点で独占の要素あります。で、独占を防ごうと思ったらこの辺のブラックマーケットを使って妨害するって形になります。水はもういい、ある。で、アルミはもう十分あるからもう止める。アルミはもうしばらく使うやろしね。あとオフワールド作っていくだけだけど、グラス独占によるボーナスの補正とかはなし？はないです。単純に独占が強いからです。独占でどんどん値段上がってる、他のみ独占ってことはイコール他のみんなが作ってないってことだから値段がどんどん上がっていくわけで、それを売れば、大儲けするわけだから、で自分が売るよりも人が買う方が多いから、だから自分がいくら売ってもどん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 値段が上がっていくって形なんだよね。という点で独占は、効果が高いです。これよ、これ ECM の使用頻度絶対上がってんね、これほんまに。あ、これ戦略変えなあかんな。これバージョンアップ前の戦略ボーナス補正しなくても市場価格が上がる分で儲けられる。そうそうそう、これあれや、これパターン変えなあかんわ。これ敵が強なってるわ。敵がガンガン妨害してくなってる。こういう集まっ、こういう以前やったらこういう隣接、こういう塊とか結構見逃してくれてたんですけど、今もう全然見逃さないんで、確実に誰かが妨害してくる状態やってるから、これちょっとまた研究し直さないといけないな。結局レベル5に上がっても止まってしまってるから、Your stock is being bought. 全然動けない。で、オフワールド作ろうにも作れないし、あと2つくらいもあるけど、オフワールド2つ分作るから、どうしても動けないしね。Your stock is being bought. ブラックマーケットの利用タイミングが難しそう。そうですね。ブラックマーケットは使えば使うほど得をする。自分が早く動けば動くほど得をするってもんだから、ゲンナマを常に用意しておくっていうのが大事になってくるって形なんかな。お兄さん良い声してるよね。あ、どうもありがとうございます。なるほどな、これか。多分今食料で儲けてんのかこいつ。でもこっちずっと止められとったかんな。あともうこっちできることといっても、結局できることといってもあとオフワールドを作るしかないから、このまましばらく待機ですね。ただまあオフワールドに必要なリソースは全て持ってるから、あとはもうこれが溜まるの待つだけです。とはいえど、こっちがどんどん借金溜まってくってもあるし、株価もどんどん下がってるんで、これでもオフワールド安くなったはずなんだけどな。でシリコンが止まってるってなんでやねん。 Your stock is being bought. The black market is online. シリコン止まってるってなんでやねん。止められて出てるやろちゃんとシリコン。
別に海賊も飛んでないし、シリコの消費が早すぎるんか。あ、確かにシリコンの消費早いな、これちょっと。シリコン掘らなあかんな。Your stock is being bought. シブで言う指導者とかいるの？指導者は、この本社ですね。エクスパンシブは、スチールの消費量が少ないっていうのと、最初に、採掘できるパネルがたくさんあるっていうの。だからサイエンスは、食料と、水と食料と、空、酸素と、フュエルの生産量が2倍。でスカベンジャーは、スチールの代わりにカーボンを使う。から、スチール工場が必要ない。で、ロボットは、水と、酸素と、食料を食べない。代わりに電力たくさん食う。っていう形になってます。おっしゃ、ランダムイベント発生。マーズクエイク、地震が起きてガンガン物売れるぞ。これで自分の株をある程度買って防御しておきました。あとついでに借金も返しとこう。でオフワールド作れると、オフワールド作るよ。じゃあようやくや、長かった。オフワールド作った。でか、ゲンダマ。あかん、先に買われた。くっそー。負けた、また負けた。昨日だったらこのランクで勝てたんだって。さあ、見てみましょう。どうなったかな。こいつが勝ったんか。あー、こいつが、あー、うちがオフワールド作ったばっかりだもんな。ちょっと戦略を練り直さなくちゃいけない。リリースした時のバージョンとちょっと大きく変わってしまった。いや、これはでも買収される系配信者。お前な、さっきと同じ負け方してるもんな。ただまあ、多分バージョンが上がって AI が賢くなってるの間違いない。ほんでからなんだろう、おかしいな。でもこの辺のブラックマーケットの動き方もなんかちょっと変わった気がすんな。もしかしてバグが治ったのかな、きっと。もともとそういう作りだったのかもしれない。他のプレイヤーがこんなにガンガンブラックマーケットで攻撃してこなかったってのあったんですけど、今とガッツリ攻撃されちゃいまして、でそれで常に動きが止められたところあります。ブラックマーケット説明しましょう。ニュークライム、新しいクライムを買う。ですね。でから、EPM、EMP、これは、範囲攻撃で、相手の施設を止める。で、サージ、これは繋がってる、パネル繋がってる施設全部止める。でから、ダイナマイト、ダイナマイトじゃなく、ニュークか、ニュークなんだったっけ？ニューク確か、なんか壊すんだったと思うんだけんな。んでから、ダイナマイトが確か施設壊して、修理費払わないと使えない。んでから、ミューティーは、反乱ですね。パネル1個しか、パネル1個だけなんだけど、そのパネルを、2分間止めるっていう、一番止める効果が長いってやつですね。最後に、ゴーンスカード、警備員。こいつがあると、ブラックマーケット攻撃を防ぐことができるっていう形になってます。AI がこんなにブラックマーケットガンガン使ってくるってことだから、ちょっと好きな人って日本のオタク的なものに嫌悪感があったりするの？いかやく、アメリカでは SF は一応市民権はまだあるので、オタクと比べてオタクと比べてまだ、市民権は、あ、基本的にアメリカは昔は市民権がなかったらしい。で今はそのクールジャパンっていうか、日本の日本のその、作品に心を打たれてっていうか、まあベイマックスとかですね。
じゃあ、間違った。ビッグヒーロー6とか、なんだったっけ、ゴジラとかですね。あとあの、パシフィックリムとか、ああいう形で、日本の文化の方どんどん入ってって、ある程度、まだマシにはなってる。けど、僕の知ってる友達、外国の人で言うと、基本的に市民権はなかったらしい。ただまあ、SF はやっぱ、向こうの方が完全に数が多いんで、日本に輸入されてないだけで、パルプフィクションって形いくらでも出てますし、電子書籍で出てるっていうのもいるんで、例えば、80年代に、ポール・ディ・フィリポっていう、作家がいたんですよ。サイバーパンクブームに興じてですね、リボファンクって形でバイオテクノロジーに関してかなり、明るい小説書いてた人なんですけど、その後90年代になって、サイバーパンクムーブメントが止まってからですね、純文学の方に移行して、まあ、ひっそりとやってたんですけど、電子書籍になってから、電子書籍で新しく新刊出してるっていう風な人が出てきてますね。で、海外やっぱスターウォーズ死ぬほど強いんで、やっぱなんだかんだ言って映画が強いってありますね。だからその辺で言うほど嫌悪感とか出てないとは思うよ。さあ、でもこんだけ株買われてるから、もうオフワールド今から飛ばしても間に合わないんじゃないかな。ちょっと AI の戦略が変わったっていうのがよくわかった。ちょっと AI の戦略に対応しなくちゃいけないわ。これまでだったら借金抱えててもある程度大丈夫だったんだけど、こういう固まってるところにちゃんと EPM を、連打してくるようになったんで、それでガッツリと止められてくるようになったから、言ったらその、自分も EPM っていうか、自分もブラックマーケット使わないと、自分がブラックマーケットを使う機会を損失してる形になるから、となるとどうなるかって現玉を抱えなくちゃいけない。っていう形になりますね。というわけで、まあ、またしばらくは、ノーマル難度でですね、AI にちょっとハンデもらった状態で、ちょっとしばらく。そうそうそう。いやー、ほんで株自分で買っといたから、こんだけあれば大丈夫かなと思ったんですけど、それはそうです。マースクエイク、火星で地震起きて全部物価が上がってるんだったら、他のプレイヤーも同じように物を売って、現玉作ってるわけだから、それで一気に株買うわなって話でさ、あー、借金返すべきだった、今のは。借金返して防御すべきだった。あー。オフワールドっぽい SF 小説もあったりするの？オフワールドっぽい SF 小説は今のところないですね、それっぽいのは。ただ、おすすめの小説としては火星の人っていう、これは日本で出てる小説なんです。日本でも出てる、翻訳されてる小説なんだけど、火星の人っていう、小説はすごくおすすめです。現金抱えて、土地券買いまくってた。途中送信してしまった。そうですね。やっぱ、最初まだクレーム安いからね、欲しいっていう気持ちはよくわかる。うん。特に最初、レベル1、レベル2の時ってすごくクライムの数が少ないから、これをどう手で打つかって部分ですごく考えちゃうから、あと1個あれば全然違うのにっていう時で、アップグレードして、で、結局アップグレードした分、人が増えて食料とか水とか電気の消費量増えるんだったら、クライム1個買って伸ばすっていうのも全然ありだと思うよ。いやー、難しいゲームになったな、また。うん。ただまあ、今のところまだアーリーアクセスなんで、ここから、また研究し直し、また勉強し直して、で、また新しく、覚え直してってことを延々と繰り返して1年間待つっていうのもちょっとあれなんで、ひとまずゲームがこういう形で進んでるっていうのと、あとまあ、まだ、ゲームエンジンですね。オキシドゲームズのニトロゼンジンができてないので、その辺でケレミにかけてるって部分があるから、その辺で完成するまで待とうかなって形では思ってます。おめでとう。あー、くっそ悔しいな、でも。練習したんだけどな、この難易度で勝てるように練習はしたんだけどな。ちょっと借金作らない方法で作らないといけないな。まだこっから勉強し直すなんてちょっと大変だ。というわけで、まあ、これが、オフワールドトレーディングカンパニー基本的な、っていうか、勝ててないんですけどね。勝ててないんですけど、まあ、こういう形の動きになります。まあ、要は、レベルを上げてお金で殴ればいいって形で考えたんですけど、こういう形で施設をたくさん集めて作ると、かなり、たくさん資源が生み出せるんですけど、その分、ブラックマーケットで妨害される。で、自分もブラックマーケットを使わないと機械損失の現玉をちゃんと作らなくちゃいけないっていう形ですかね。となると、今、
他のプレイヤーが持っていない、施設を自分が持ってるってことは、その資源を作ることができるから、その資源を作って、それで売って、ゲンナマを作って、それでどんどん妨害していくって形ですね。で、ゲンナマを作る時間よりも、この辺で妨害する時間の方がはるかにきついんで、特にやっぱ虎の子の部分になる、たった1個しかない施設を止められる、特にやっぱアイアンとか、シリコンとかですね、が止められると、レベルの都市のレベルを上げるのも止まってしまうので、わからん。難しい。このゲームは。このゲーム難しいけど、まあでも操作量があんまいらないって結構楽だと思うよね。うん。もう最初に、ビルドオーダー作って、でそのビルドオーダー通りに従って進んで、んでから、ちょっと、施設が、採掘した資源が余ってるんだったら加工施設が足りない。加工施設、採掘してる。そうですね。ただまあ、最初のビルドオーダーっていうのを一個自分で作っておいて、もう手数限られてるわけで、そんだけしか動けないんだ、限られてるから、ビルドオーダーまず作っておいて、でビルドオーダーに合わせて、不確定要素でちょっとずつ入れていくっていう形で、調整していけば、だいぶ楽になると思いますので、それで挑戦してみてください。買った人はね。で、これから買おうと思う人はですね、先ほどの、私が紹介した動画に加えて、まあ、オートマゾンちゃんで記事があるので、そちらを読んでいただいて、こういう操作量があまり影響しない、まあ、ボードゲームみたいな感じの、まあ、そうですね、ボードゲームですね。ボードゲームをリアルタイムでプレイするっていう感じのゲームを、気に入ってもらったら、買ってもらってもいいかなと思います。またですね、先ほど紹介しました通り、まだゲームエンジンが完成していないので、ゲームエンジンが完成していないので、そうそう、ゲームを止めよう。ちょっと会話が長すぎた。ゲームエンジンが完成していないので、ゲームエンジン完成したら、まだどんどんケレミのある演出が増えると思うので、それを待っていただくという形でも結構です。と、まあ、こういう、これまでの RTS というとですね、本当に、いや、本当ね、韓国のプロプレイヤーのスタークラフト2の手さばき見てほんとびっくりするよ。バタ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 ってて、ほんとずっとこんな状態だから、あれを要求されるって形で考える、あれを要求されるって形で考えるぐらいだったら、もうとりあえずやることやっといて、タバコ吸いながら、うーん、どうしようかなとか、これ売りだ売りだ、これ買いだ買いだみたいな形で押すっていうぐらいの気楽さで楽しめるから、その辺はやっぱやりやすいと思う。で、オートマトンちゃんの記事でも書いたんだけど、その操作量を問われないからこそ、今度その思考リソース、頭の回転速度が求められるようになったのよ、このゲームって。で、回転速度、頭の回転速度っていうのは、例えばその操作リソースっていうと、ABM、アクションパーミニッツ、1分間に何本操作できるか、プロプレイヤーだいたい300と言われてます。一般的にはゲーマーで 100APM と言われてます。こんだけプロとアマチュアの差があるのよね。で、そこの、まずその300。ブログ記事書いた人、記事すごい面白かったです。あ、どうもありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。あまりね、そのオートマトンちゃん、つまんないって形で言われて、僕いろいろへこむことがあるんですけど、面白いって言っていただけるとすごく嬉しいです。で、まあ、その記事の内容をもう一回行動でお伝えするような形になってちょっと悪いんですけど、あ、そうだ、しまった、ここ録画止めとかないと